本日ご紹介させていただきますのは、2004年、ヒムロ京介さんのライブ CD、ライブ DVD をご紹介させていただきます。タイトルは、21センチュリーボーイズ VS ヒムロの DVD になっています。こちらは2つとも初回限定生産になっておりまして、えー、自分は両方とも持っています。で、こちらの方、出た時の、えー、シール。自分はね、このシールとかこういうのがあったら、必ず貼って、えー、保存しています。 で、これがバックになっていますね。こんな感じです。え、えー、ライトで、レフト。こんな感じになっています。で、こちらが DVD になっています。DVD も初回生産限定になっていまして、こちらがパッケージ。フロント、ライト、バック、レフトになっています。このような感じですね。 で、えー、こちらのお話をする前に、えー、ケース・オブ・ヒムロの CD、で、ケース・オブ・ヒムロの DVD D、で、その時に、フォローザ・ウィンドウの CD、で、ハイアーザン・ヘブンの DVD D、これがすべて繋がって、ここの、えーセン、21センチュリー・ボーイズ VS ヒムロにながるんです。で、いきなりこの、えー、ボーイ VS ヒムロにはならないんですね。 で、ええー、まあ、その、CD、DVD、CD、DVD の説明をしていきたいんですが、ちょっと長くなるので、今回はこの、ええー、21センチュリーボーイズ VS 氷室のライブについてお話したいと思います。まあ、簡単に言うと、氷室さんが過去の自分と、ええー、今の自分を、あのー、対決したいっていう、あのー、コンセプトで多分されたと思います。で、ええー、 そう思われたのもやっぱりケースオブヒムロが大きかったと思います。で、ケースオブヒムロについてはやっぱりケースオブヒムロの DVD の紹介の時に話したいと思うんですけれども、やはり自分に自信がつけられたんだと思います。今の自分と過去の自分、それをやっぱりあの、戦わせ、戦うというか評価はどうなるか、あの、どれで示す、示すかというと、ファンの完成だと思うんですね。 だから、えっ、ー、と、ボーイの頃の楽曲が良かったら、ええー、集まってくれた人たちがボーイの曲で盛り上がるだろうし、えー、今の自分の、えー、曲が良ければ、今の自分の曲をやった時にファンが盛り上がる。それを、えー、多分確かめる一つの手段として、この、えぇ、ー、21センチュリーボーイズ VS ヒムロを行われた経緯だと思います。これは、あの、この一本の DVD だけの話。 だと、簡単に言うとこ、ここ、これまでなんですけど、やっぱり、ハイアーザヘブンのライブでもそうですし、ケースオブ・ヒムロの、えー、話をしないと、ここには繋がらないんですけど、その二つを経て、この、えー、DVD 一本になったと思うんです。で、すごい、あの、このブルーレイと、えー、オリジナルの DVD の違いっていうのは、多分、ドキュメンタリーが付いてるのは、このオリジナルしかドキュメンタリー付いてないんですね。 でえー、今出ているブルーレイの方はあの高画質ですが多分ドキュメンタリーの方はついていないと思うんですね。であのー、やっぱりドキュメンタリー見るとすごいですよね。うん、で、氷室京介さんファンだったらわかるんですけど、氷室京介さんのボーイの始まりの曲は B-Blu です。B-Blu で始まり、B-Blu で終わります。 で、このビーブルーで始まり、ビーブルーで終わるっていう意味が、えー、この DVD っていうか、この YouTube、今、この動画を見てくれてる人はどんだけ伝わってるかどうかっていうのがわからないので、もしよかったら、このビーブルーで始まり、ビーブルーで終わるっていう、あのー、ことが分かった人はコメントしていただけたらすごく嬉しいなと思います。あのー、この時のね、やっぱり日室京介さんの登場衣装も、 えー、ヨーロッパの貴公子みたいな感じ。まあ、昔のボーイっぽい感じですよね。ロック歌手というよりも、あのー、本当な、なんて言ったらいいんですかね。X とか、ああいう、なんか今みたいなこの、ロックシンガーっていう形で、ビジュアル系ですね。ビジュアル系の形で、本当登場されてきたんで、久々のあの、 ビジュアル系の格好の木村さんで、それがまたかっこいいんですよね。よく似合われていて、すごいいいなと思ってて、多分、自分はこのライブに参加することはできなかったんですけれども、まずチケットは買えなかったです。で、この DVD 参加できた人は本当幸せだなと思うんですけれども、本当、伝説の、あのー、ライブだと思います。で、これに参加された人は多分、思われたと思うんですけど、すっ すごいみんな爆音でこう完成の方がすごかったみたいですね歌声が東京ドームから本当周りの人たちに苦情が来るんじゃない来るんじゃないかっていうぐらいすごいこう歌声がでかかったみたいですファンのでそういうあ、ね、あのファンの歌声をが大きくてすごいみんなが歌ってくれてすごいそれが嬉しかった っていうのは、もう、この日室さんの DVD のドキュメンタリーで、インタビューで言われ、あの、話し言葉で分かりました。日室さんは嬉しいとか、そんなことは言われてないですけど、もう話し方で分かります。もう、顎もでかくて、もう、てめえらやかまして、あの、静けもうちょっと静かにしろよっていうようなことはあるんですけど、いや、それはもう、日室さんからしてみたら、もう、あれぐらい覚悟して、 こう今日は歌うつもりで来てるんだっていうファンのその覚悟がすごく嬉しかったんだと思います。で、それをマザーマザーと氷室京介さんは見られたので、あのー、嬉しい反面やっぱりまだまだまだ俺はボーイに勝てないのかなっていうその一つのもう一つあのー、目標あのー、ボーイに負けてボーイの楽曲に負けてはいけないっていうもう一つのこうライバル心が目覚めたんじゃないかなっていうような。 ライブだったんじゃなないかなと思いますでまあ一つのこの、まあこの,後の、えー、30 25周年記念の「えー、モラル・プレゼンツ」の方のライブに行くのかもしれませんがその時ももうやっぱりボーイの曲と氷室京介さんの曲を混ぜ合わせながらこうツアーを展開するっていうきっかけになったのもこの「 2 1 c y b o y s vs. 氷室のライブだったんですね。だから、すごくこれっていうのは、氷、えー、室さんの分岐点の一つのライブだったと思います。で、えー、この後に紹介したい、あのー、DVD があるんですが、それを決断したのも、やっぱりこのライブの DVD、まあライブのコンサートだったと思います。えー、今回この、これに関しては、 過去の自自分分、対今の,自分過,去の過去からずっと応援してくれているファンと今もずっと応援してくれているファンのこの完成歌声盛り上がり方を見たかったっていう一つの集大成がこの DVD になっています、えー、是非持たれていない方は、えー、多分これは探せばブルーレイの方はあると思うので、えー、近くのあのー DVD 販売店の方に見に行ってもらって購入していただけたら嬉しいかなと思いますただ自分の言ったこのドキュメンタリーの方もしっかり見たいなと思う人はもうこれはあの完全生産限定なので、えー、ヤフーオークションで購入することしかできヤフオクメルカリラクマなどで購入するしかないと思いますでご近所の、えー、中古 DVDCVDCD 売り場の それにはもしかしたら残っているかもしれません。木村京介さん、ファンの方はぜひ、えー、持っていない方、そして、えー、持ってたけどもう一度見たいなと思う方は、ぜひもう一度手に取って見ていただけたら嬉しいかなと思うあのー、DVD になっています、えー。もう一度最後に言います。ビーブルーで始まり、ビーブルーで終わる。この意味がわかる人、ぜ、え、ひ、ー、コメントをいただけたら嬉しく思います。 今回ご紹介させていただいたのは氷室京介さんのプライドをかけて、あのー、行われたライブ2 1 c ー b o y s v s 氷室の DVD をご紹介させていただきました。